ビコン。お、もう1ヶ月切ったんでしたっけ、はい、切りましたね。なんか、はい、グッズを紹介するんですよ、はいうん、はいはいはい、あたかもトークアナのグッズみたいに僕が仕切りますけどこの僕が仕切ってる理由はグッズという単語だけで僕が喋り出してる監修してるわけじゃないよね。全然そんなことないです、これ監修しだしてやばいじゃん、やばい、ね、これ呼んでる人とかはさ、途中で関係ないこれあ、これはね、俺が呼んだよ、呼んだのね、じゃあすごすぎるな。あ、それマジで、マジでよくないわ、知らない人マジみたいな、マジでよくない、とんでもないですよこれ。ちょっとそう、今回ね俺らまあ今もらってるけど、この来日される海外政府の方々もすごすぎるんだよね、すごいよこれ、やばいですね。なんかさ、やばい、なんか実在するんだっていうレベルをさ、日本の芸能人とかからもう一個超えてるもんね。本当にそう、年取ってないと思ったらさ、やっぱちゃんと年取ってたのクリストファー・ヨルさんとかね、C3PO来るってよくわかんないね、 C3PO が来るのかなって思っちゃうわかんないよ、これ来るかもしれない、本当に来るので、グッズ紹介、せっかくなんで僕が喋らせてもらいます、はい、我々慣れてますかね、グッズ紹介する、そう、我々グッズ紹介何回やってると思ったんだ、確かにだ、グッズ紹介聞くのも慣れてますよ、そうです、ね、任せてください。アメコミですから、アメリカから映像を撮ってわざわざ来ようかと思ったんですけど、そんな時間、いっぱい来た、いっぱい来た、すごいよ、一応ね、まだ喋ってたんですよこれなんか、最後ボケた雰囲気あったわ、なんだったこれ、いいです、助かった、助かった、大丈夫ですか、すごーい、すごい、これは熱いんじゃない？いっぱいありますね、うん、ロンティーパーカー、パッと見るだけでもシャツ、シャツ、総柄、これやばい、これやばい、ここに宇宙詰まってますこれが全てですもん、これもう完全に MCU のあれですよね、すごい、これ MCU だね、うん、すげえ、シリーズだよね、これシビルを、はいはい、うわ、これストレンジ着てるわ、ね、白いの私服だもんね、うん、完全に着てます、これをもらいました、ちょっとマイクずつ手に取ってもらえますか、はい、1個ずつ読んでください、はい、じゃじゃん、はい、こちらこちらですね、スパイダーマンの、学校ですね、学校のすごい、はい、ミッドタウンスクール、そういうのいいね、はい、なんかそういうことね、なんかあるよね、映画中に出てくるスクールのゾンビエルに出てきそうな、これはファンだったら即買いなんじゃない、だって学生みたいになれるってことだもんね、うん、だってとか例えの作品出そうとしたけどダメかもしんないとりあえず黙っといた方がいいよ、でも海外の大学とはありがちだよね、ありがち、大学のグッズが一番だ、 UCLA とか超メジャーだよね、おしゃれですわ、うん、これは超素晴らしい、だってこれの T シャツあるっぽいですね、あ、これ同じ、これの胸ワンポイント、はい、なるほどね、うん、もしかしたら俺こっちかもな、着やすいね、でかい方がいいかな、着ちゃおうかな、まあ分かりやすいな、これだよ、うん、これパーカーです、ジップパーカーだ、黄色ですね、黄色いね、黄色ですか塗り出しだなんか黄色いね、すごいな、うわない俺虫かよ黄色に寄ってきちゃう、さすがにこれはえぐいね、ウーディーがありますと、おー、いいなぁ、いいなぁ、遠くでもなんかロゴとかちゃんと作ってよかったなぁ今からでも間に合うんじゃないか今反省タイムしないで僕はなんかちょっと似たグッズ出してね、そのなんか岡崎師匠を後ろに、あーそうね、大学っぽくやりましたね、一応許可取ってますかね、架空の大学これから作ろう、で、色違いで、色違い、紺色かな、紺色が、これでもね、あのフードがないです、フードがないよ、ね、おー、これスウェットだから、なんかこれあれだね、運動する時とかいいね、いいね、あー、うん、はいはいはい、ちょっと出かける時襟立ってるやつ、ね、本当にこれはこれで俺かっこいいと思うな、うんうん、フードがね、当たり前のようについてるものが多いけど、うん、こういうのね、着るとね、お、何それってなりますね、はい、日本のグッズであんまなくない、これで行こうみたいな、それこそ某スポーツブランドとかしか出してないんじゃないかな、うん、こういうこれアメコミゆえなんじゃない、これで、これ総柄、はい、これシャツ、いやすごい、アメコミコミックスコミックスってことだね、すごい、わーこれはね、どんだけの作品に詰まってる、うわ原作だな、なんか意外と、うん、あ、でもあれか、カメラ動作違うな、いや色合いが、色合いが、これぜひ生で見てほしいな、手に取って、生で見ると意外と緑っぽくないかな、うん、うん、ハルクが目立つのかな、どっちかっていうハルクが緑すぎ、このデザインすごいね、ハルクのこのバツ、ハルクね、で目立つね、え、これさ、芝居着てもいいの、大丈夫ですか、大丈夫です、芝居着てみてよ、いいですか、着てほしい、どうやってこれ、ね、なんかアメコミってアメコミだなっていうか、ね、うん、ファンたまんないね、これはゴーストライダーと、ね、俺らはアメコミ風のね、今回の芝生は一応アメコミ風なんですけど、確かに、まあ、あくまで風なのよね、うん、これは本物だからね、そうか、そうだよちゃんとボタンで切ろうって、俺はバカみたいに似合う、おぉいいじゃん、似合います、あ、いいね、立ち上がってください、めちゃくちゃ似合う着てますね、お前バカ似合うな君自分の服だよね、これすごいな、これ持ってんじゃない俺、違和感だ、すげえいいな、これもすごいね、こっちはまあ映画の、まあ、いわゆるジャケというか、はい、ポスター、ポスター、ね、色が暗めでね、こっちはクールだね、クール、
MC ユニットですね。これもちょっと北島しばゆ北島しばゆなんだ。哲也いいじゃん。あ、哲也来て。ちょっと今もうすごいね、フェーズがすごいとこまで行ってるから、マジでね、大変なの。エンドゲーム最新までどこ、最新どれだ。確かにこれいつまどこまで詰まってんだろうね。あ、ドクターストレンジ2ではないか。エンドゲームぐらい。マットレスは、え、これは、あ、これ違うか。これこれ普通にストレンジか。我々もこのグッズ作りませんか。トーガンサムネで。いやあ、クソサムネ。総柄シャツ来たね。あー、でもちょっと見たいな。ちょっと見たいね。だってさ、人がいっぱいいるわけでしょ。でもそこにも夕闇もいっぱいいるわけでしょ。人よきよきよきってクソサムネ厳選総柄シャツ好き。結構ちっちゃくしたら模様みたいにならない。ね、わからんけど。そうだね。それちょっと考えますか。エンドゲームとかもいっぱい人いるから。確かに。意外と。あ、じゃあ俺のサムネってエンドゲームなんじゃね。違う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 よ。通ずるところはあるわ。同じ人はいっぱいいないだろ。お前のサムネはエンドゲームじゃなくて終わりやとだもん。エンドエンド。ジエンド。似合うじゃん、やっぱり。あ、いい。あ、いいですね。あ、いい感じ。この襟の裏までね。ちょっと、ハンド裏も？ハンド。うわ、てつやの感触なんかすごい、うわ新鮮。いいっすね。ヘアバンドちょっと取ってみて。あ、かっこよくなった、ヘアバンド取って、うん、あー、すごい。今、髪色がね、オレンジじゃないから合う。確かに合うね、確かに馴染むね。いいね、なんかチャラいね、チャラいね、なんかイケイケじゃない。もう一回開けちゃえ、もう一回開けちゃえ。いいの開けちゃって、こんな着方もありっすか。はい、こういうの提案します。チャラいね、これルーレスしちゃおうよ、これね。あー、ここ欲しいね、うんうん、いいな、なんかこの元のさ、こういうなんていうかパッケージ感、うん、すごくかっこいいからさ、ね、集まってもさ、シャツな、アパレルになった時にかっこいいんだよな。ね、うん、一個一個かっこいいんだもんね。やっぱサムネダメじゃない、こう見るとクソサムネだね。やっぱダサくなっちゃう。いや、やってみよう。やってみよう。一回デザインだけ起こして、うん、共有してもらっていいですか。怖っ。キモいなと思ったら戻します。さあ、ラフに本当に動いてもらっていいですか。ラフに本当に動いてもう、だってリスペクトを込めて、そうそうそう、やってみるっていうのはやっぱいいことですよ、うん、こういうとこからもそれいいかもね、うん、はい、というシャツでした。ダストレンジ。次、これ、こちら。これはジャジャン。パーカーですね。パーカー。あ、ブリーチですね、これ。ブリーチ。なんかね、ブリーチもあるんですよね。あ、ほんとだ。アトモスとのコラボレーションアイテムで。おしゃれ。ルキアネイサーじゃん。これはね、うん、いいね。いいね。ブリーチファンでもあるもんね、大の。いや、もうブリーチの大ファンよ。語らしたらうるさいぞ。俺中3の卒業文集にウルキオラ書いてあるんだから。やばいっしょ。なんで間違い出したくれたから、ね、出したくれ。国上天元明も天元明グッズないのこれ。国上天元明断崖上ないよ。ないですよ、天元明。縄だけとかでもいいんだけど。いらん縄だけは。神縄とか作って飾るけど縄やな。これいいなぁ。なんかイラスト馴染み、なんかちょっと古着っぽい、そう、ね、ラックが入ってね、ラック入ってるのがヴィンテージかもされてね、ヴィンテージっぽくなってますね。これいいね。ただのキャラグッズじゃない感じが、コカ・コーラ、アトモス、ブリッジ、千年結成編とのコラボです。へぇ、新作やってるしね。確かにちょっとブリッジっぽいな、みたいな。これさ、なんかルキア姉さんってのがいいなね。うん、すげえいいです。なんかおしゃれしてます。おしゃれだね。ドレス着てる、ドレス着てこちら。はい、これもね、これも同じです。じゃじゃん、同じコラボです。おー、これはイチゴだ。あら、まあイチゴ飲んでら、イチゴ、コカ・コーラ、イチゴ。こんな帽子かぶると逆来るんだな。はい、これも同じコラボレーションで、うん、これイチゴですね。やっぱいいな、こういうプリント。いい、ね、うん、俺フォトプリントとか、うん、もうフォトじゃないけど、これはドリンク、かっこいい、ね、コカ・コーラ。わかりやすい。コカ・コーラ飲め。我々チームコカ・コーラでもあるからね。そうなんですよ。かっこいい。途中で来ちゃうんじゃない。あ、来ますか、うん、確かに。マジ取れる。ルキアの方が来たいな。いや、キレイいいやん。広がっちゃったよ。こっち来ていいよ。デザインがちょっとこっちの方が好きで。だったらそこも見てから来るんじゃない。確かに。まだまだ一回見る。一回見よう。行っちゃいますか、うん、それはね、なんだっけな、まあ、後ろ表はこれ、うん、はい、で、裏がもしかして、はい、あ、オリ姫ですね。オリ姫、はい、かわいい。オリ姫ちゃん、かわいい。縦長ですね。ねえ、コーラがいっぱいだ、これ、うん、ボーリングでもするんかなってぐらいの金が取ってますね、これね。みんなが普段着みたいな感じなんだね。これ、拒絶されちゃうんじゃない、哲也。リフレクションって分かんない。ちょっと読んでないよ。リフレッシュ、あ、リフレッシュ前、リフレッシュ教えてこれどういう意味ですよ。んシングスゴーベターウィズコーク、なんだってコーラが一番。ちょっと違いそう。ちょっと違いそう。どうなんだろう。どう。分かんない。意外とフィーリングで合っちゃうこと多いね。いいわ。あ、これ L なんだね。それが一番。あ、でも織姫のそのデザインもめっちゃいいな。グレーに赤字っていうのはめっちゃいいな。うん。
次の、グッズの配色これになりました。決まった。配色から決まった。割とジャスト目ですね、 L で、うんうん、L L としみつで L って感じだよね。ね、あ、いいね、おしゃれで、うわ、着てる、そう、あ、着てそう、おしゃれじゃなくて、おされていて、ブリーチファンだったら、あ、おしゃれです、すいません、ね、厳しい、厳しいなさだからね、こういうやつが新座物のファンをいなくさせるみたいな俺、ウェルカムだから、ちゃんと、うん、にわかを迫害するやつフランクに行ってるだけだから誰だって知らない時期があるじゃないですか、ね、やめます、はい、これは何、最後のその箱の中のやつ、これどうやらバットマンのロゴになりますね、開けちゃうよ、でーでん、あ、しかも書いてあるもうテンデンスって書いてある、テンデンスといえばね、腕時計ですよ、ほうほう、うん、学生の時にね、俺とお兄ちゃんがね、テンデンスいいよなっていう時計ですよ、お兄ちゃんって言っちゃうね、コミコンの国紹介、コミコンの国紹介、まさか鬼が出てくるとはね、でーでん、おーおー、これまたバットマンファンがたまんないアイテムが出てきました、うん、テンデンスとバットマンコラボ、すごいコウモリ寄ってあげてください、はい、かっこいい、これいいっすね、これね、ちょっとダークブルーというか、ほんとバットマンにふさわしいこの、うん、でけえね、クールさが漂ってるな、はい、テンデンスといえばこのごつさがね特徴的で、うん、文字盤のこのデンデンデンって感じと、その分厚かったりするんですよ、ごつい、これ男らしいというか、文字盤でけえ時計好きよ、うん、青クリアパーツ、ね、インパクトがね、いいね、これテテの時計なんかスイス送っちゃったしね、あ、そう、今ないんですよ、割れちゃったから、ね、割れちゃったんで大丈夫、佐々木さん今日いっぱいないですよね、あ、じゃあ全然ない、大丈夫だ、じゃあ出そうおー、テテつけてみて、いいっすか、今超合いそう、確かにこの格好とも合うね、うん、ラバーバンドですわ、この金具もテペを同じ色ですね、おーかっけーなー、あ、横はちょっとね、クリア、あら、クリア、また横クリアだ、へぇ、また横がクリアだ、わぁ、あ、いいっすね、クリアには目がないからな、哲也は、横クリアの時計が好きでね、少ねえな選択肢少ねえ、なんか哲也今風で男らしくてかっこいいぞ、哲也なんかごつい時計似合うよね、ね、このそう、よくこういうのする、街行ったらモテるじゃんね、なんか普通にいいっすね、これね、あ、いいじゃん、うん、あ、ですよ、これであの細めのスキニー履いて、あのでっかいさ、こういうスニーカー、でかめのスニーカー、白いやつ、ね、そうそうそうだって完璧じゃんこうやって古いなんだよ、そうなんめちゃくちゃ古いやんシャフロイでっけえバイト、こうやって伸びてほしい、あ、いいっすね、かっこいい、これたまんないだろうねっていう面々がありまして、はい、アパレルは一旦終わり、はい、次はこれはもうね、よだれもんです、よだれもフィギュア、ほう、フィギュアも、フィギュアはね、やっぱりこのアメコミのグッズに欠かせないっていうか、俺もめっちゃ持ってますから、うちにはありますよ、はい、来ました、出た、おー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 、はい、来た、来た、来た、スパイダーマンとスターウォーズのね、ストームトルーパー、クロントルーパー、デストルーパーのね、3体来ましたね、すごい、ノーウェイホームでピーター3人いるじゃん、ピーター1、ピーター3、すごい、そういうことか、うわ、これ熱い、これうわ大丈夫、すいません、これください、これ、こんなこと言わない方がいいんじゃない、俺、もういいんですか、いや、これもう知らん方が悪いでしょ全員見てるよな、ピーター2、すごい、すごい、うわ、これめっちゃいいじゃん、これはちょっとアメージングですね、いや、これお前、うまうわこれはアメージングですよ、うわちゃんと指差して、あのシーンだ、いいね、くぅうわ、これはね、欲しいね、首揺れちゃいますかな、これ、でもこれ会場で買えるってことですよね、もちろん、じゃあ、我々はだって会場行くわけですから、買えるってことですよね、お金持ってった方がいい、ちょっとお金持ってくから飛び出そうかな、俺え、俺らも買いに行っていいですか、大丈夫です、やったー、買おう、ちょっとこっち紹介していいですか、はい、これスターウォーズなんで、はい、はい、スターウォーズ、こちらまずね、クローントルーパーってね、おっと、トイレじゃないトルーパー3体で、あの、わかんない人が見たらマジで見分けつかないと思うんですけど、はい、それぞれね、今何年同じなの、3個持ってちゃんとね、同じ、白黒銀みたいな感じの、ストームトルーパー、デストルーパー、クロントルーパーもう、まあ、なんて言ったらいいの、なんて説明したいんだろう、もう、帝国軍だよ帝国軍だ、軍だね、え、これ開けていいの、これ開けていいですか、はい、開けてください、デストルーパー、これだってさ、ホットトイズのあれだよね、ホットトイズだってすごいですよ、これは人気だよな、ムービーマスターピースさんですよ、これね、あの、うわうわうわ、だって俺ら普通にここで哲也とか俺と芝居とかめっちゃ買ってるよね、うん、うん、そう、家にね、ホットトイズってありますよ、すごい、箱から出せないな、いやー、俺的にはストームトルーパー10体ぐらい、15体ぐらい買って部屋にね、並べたいっていう夢があるんで、あ、できるじゃん、じゃあできるよ、別にコーンとやろう、何せ1体すごくね、ちゃんと軍みたいにこう、並べてね、結構高いんじゃないですか、これ、これどうなの、大体言いますよ、うん、大体こういう系は1体もう、まあ安くても3万とかぐらいね、
15台って言ったらじゃあ50万円もとかないですね。そういうことです。でもまあ夢が50万で叶えたら都心店やるべきよ。在庫あんのかな。こういうのって受注なんですよね、こう普段はね。在庫があったらそれ買っちゃうんですよ。この3体ではどれが一番お気に入りなの。いや俺はちゃんとでも普通にストーントルーパーがいいな。よく名前聞くな、それね。うん、そうね。全然箱から出してもらっていいですか。はい、出しちゃいますか。まあ、箱から出せって言われたから出してますからね。はい、我々が価値わからない人に触りすんじゃないみたいなのやめてくださいね。おー、うわー、すげーな。さすが、これビカビカですよ、ビカビカ。うわ、このビニール取っちゃっていいんじゃないの。うわよ、せっかくだからね。うわ、うわ、すげー、すげー。等身大欲しい。だから等身大欲しいよな、これ。買ったことない人本当にさ、本当に頑張って買ってほしい。マジでこの布とかさ、着てる服とかも他の作品とかもあるけど、ちゃんとデニムだったらデニムとかだから、うーん、すごいんよこのフィギュア。本当に買ってよかったなって思う。うわ、ビッカビカ。この反射見てくださいこれ。うわうわ。あ、手とかいろんな武器とかいろいろありますね。持たせることできるわけだ。これ面白スナイパーじゃどこじゃないですよ。台座もちゃんとついてるの。もちろんもちろん。背中につけれる。うわ、マグネットだ。うわ、うわ、マグネットだ。ああ、単純よこれ。単純だこれ。単純だよね。マスクも変えれるんだね。ちょっと年齢ちゃんと遊び始めてないから大丈夫？いや危なかったね今。今俺このつもりにずっと触っちゃうから一旦置きましょうかって言おうとしたとこだ。本当に俺めっちゃ買ったやつ一層届くんだろうな、怯えてるんだよ。何だよ。バック・トゥ・ザ・フューチャーの3点セット買ったんよ。ああ、それが多分そろそろ届くんだけど、値段が30万以上してさ、すげえ高いなって思いながら酔っ払いながら買ったんだけど、なんかサイズ見たら結構でかいんじゃないかっていう説が出てきていつ届くんだいつ届くんだってヒヤヒヤしますよ。でも大好きだからね。俺あれだ、2ヶ月後に来る、あれ等身大のスパイダーマン来ちゃう、これ。うわすごい。そういや、そうか、買ったのか。やっと取れた。あー、ピカピカ、すごいね。やっぱ3体とかだけでもさ、重厚感あるから、今度やっぱ家に並べるといいよ。これあるとマジでね、たまんないんですよ。これシリーズで出てた3体でやっぱ揃えたくはなっちゃうよな。1体じゃ足りないんじゃないって思っちゃうよね。軍隊だから素晴らしい。素晴らしいですよね。かっこいいね。あ、なんか おしゃれだね、基本的にね。ここはもうおしゃれじゃない。あ、おしゃれじゃない。かっこいいね。これ店舗にも俺めっちゃ行っちゃうんだよね、何も買わないのに。いや、見てるだけで楽しいよね。そうでね、うう行くとさ、うわ、これあったのかよっていうね、まだ行く前に作ってたものとか見つけると超後悔するの。はい。で、最後かな、次。最後ちょっと大きい、ね、超スペシャル。大きい。もう一回じゃあ、一旦履けます。え、超スペシャルらしいっすよ。そんなに大きいんですか、これより。でかいと。スペシャルすごかった。俺さっきちらっと見たけど、昨日か。こうでかかったですよ、今。でれや、バディさんの手作りか。なんだよ。あ、お待ちください。ガシャン。あれ、壊れてない。見ないで。みんな目をお開けください。いいっすか。はい、せーの。はい、うおー、入るじゃん。あ、また驚いちゃう。細かい、すごい、極めて、こういう箱やばいよ、これでかっ。でかい。てか箱もすごいんだね、これ。すげえ。ダークナイトのジョーカー。ダークナイトの方ね、あの単独の方じゃなくて ね、バットマンシリーズ。これさ、ほんとどれ一枚一枚ちゃんとあんだよ、これね。これすげえ。これちゃんとクオリティ高い。クオリティが高いとか、もうね、すごい、すごい高い。やばい、もう歯一本一本よちゃんと布、あーすごい。うわ、髪の毛もすごい。ダークナイトのショーカーね、悪なんすよ、マジで。マジで雑にやった白塗りの感じがすごいですね、このリア。そこも再現した、ね、これコートやべー。これも置いてるだけなんだ。やべー。ちゃんと外せるっていうか、自分で好きなように置けるのね、これは。へぇ、なんかちゃんとショーケースとかなんか入れとかないマスク、ね、あれだ、うん、これ銀行強盗行った時に被ってるやつです ね、はい、ここに中に入ってますね。ポンって置いといたら髪ちっちゃいもんな、うん。うわ、こういうのなんかかっこよくね、お部屋に飾ってあったら大洒落ですよ ね、うん、これライトアップしたいな、うん、これちゃんとそういうブースがいるもんね、ちなみに。これトランプ取れちゃうんだよね。ちなみにこんなこと聞いたら あれですけど、これっていくらするんですか。気になる。18万です。おー、いや、しますよね、そりゃ。まあまあ、このクオリティなら納得ですわな。
そんぐらい払って手に入れたいフィギュア。関係ネクタイもらっていいの。買います。ちゃんとまた買った。このクオリティはえぐい。だってこれ眺めながら酒飲むんでしょ、ファンは。明らかに、うん、部屋にある状態でまた映画を見るってのがいいよね。そうだね、動き出しそう。すごいな。これもう黙っちゃう。見ちゃう。怖っ。怖いね。こいつ怖えんだよ。さっき寄った時やばかったよ、本当に。もう一回やってみて、ちょっとモニター越しいるやん、ここに。お前、ピンと張ってピンと。おぉ、すごい、すごい、かっけー。うわー、ついてくんな。すごすごいね。これ撮れる。いいカメラで撮ると思ったらいい感じに見えるもんだな、さらに。これはスペシャル、うん、スペシャルですね。すごい、わ、こういうのやっぱ何かこんなものを東海で紹介させていいのか。確かに、ねえ、よく預けましたね、俺ね。よく伝えられたんだろうか、果たして。まあ、でも興味持ってくれたら嬉しいですね、これね。そうね、コミコン全部買えるってことで、はい、行っちゃうからって人は待ってます。我々もお行儀よくしないと怒られちゃうんで。そうですね。だって海外セレブの方がいらっしゃるわけじゃないですか。うん、なんか絶対緊張しちゃうと思うんで。いや普通に、ね、おとなしく、ねね、猫みたいにしときます。スーツ着ていくんだよね、でもおられて。カラスーツじゃない。ああ、もう迷惑のないように一人と楽しませてもらえるからね。目に見えると思うけどね、海外セレブ。ああ、だから絶対女らしたんだよ。確かに、さすがにね。さすがにね。ということで、コミコン楽しんでいきましょう。はい、お願いします。お願いします。